デニステン、デニス・ユーリエビチテン、1993年6月13日から2018年7月19日は、カザフスタン・アルマトイ出身のフィギュアスケート選手、男子シングル。カザフスタンにフィギュアスケート競技初のオリンピックメダルをもたらした。主な実績は、2014年ソチオリンピック、銅メダリスト、2013年世界選手権に。 2015年世界選手権3位、2015年4大陸選手権優勝、2017年東京ユニバーシアード優勝。2018年7月19日、自家用車のミラーを盗もうとした男二人組にナイフで刺され、アルマトイ市内の病院で死亡した。大韓帝国時代の軍人貧乏しのぎの夜叉後に当たり、天自身は、 朝鮮系カザフスタン人にいわゆる高来人である。プロバイオリニストである母親の影響で7歳から5年間音楽学校に通い、ピアノと合唱を学んだ。2002年にはカザフスタン少年合唱団員の一員として韓国富山で開かれた世界合唱大会に出場し2位になったことがあり、音楽は自分にとってとても重要な存在と語っている。それ以外にも、テコンドー、 空手、テニス、水泳、機械体操などに挑戦したことがある。好きなスケーターには、アレクセイ・ヤグディン、イリア・クーリック、エヴァン・ライサチェク、ブライアン・ジュベールらを挙げている。浅田真央や高橋大輔などの日本人スケーターとも、信仰が厚く、2014年には母国カザフスタンで主催したアイスショー、デニス・テン・フレンズに出演者として、二人を招待している。特に、 浅田真央とは、タチアナ・タラソは、ローリー・ニコルを介して接点が多い。2014から2015シーズン以降、自身のコスチュームを着た、テッドの主人公テッドを模したクマのぬいぐるみを、ファンから、プレゼントされることが恒例となっていた。2015年上海で開催された、世界選手権において、フリースケーティング後のプレスカンファレンスの場で、こうしたファンからのサポートに対して、 感謝の意を表した。2015年にマレーシアで開かれた2022年東京オリンピックの開催地選考では、北京と最後まで開催地を争ったアルマトイのアンバサダーを務めた。5歳の時、母親の希望によりスケートを始める。最初は冬場にアルマトイ市内の屋外リンクで練習を行い、後にショッピングモール内のリンクへと場所を移した。 9歳の時、ロシアのオムスクで行われた大会で優勝した際に、ジャッジの一人から旧ソ連地域内の低年齢競技者を対象とした競技会、クリスタルスケートに招待された。この大会で、エレーナ・ブヤアノワアと出会い、彼女が指導するサマーキャンプに参加するようになった。10歳の時、ブヤアノワアの勧めで母親と共にロシアに移住。 2004年から2010年までの7年間モスクワで、ブイアノワとタチアナ・タラソワから本格的な指導を受けた。2008から2009シーズン、JGP ゴールデンリンクスで優勝。同時に、カザフスタンに、初めて国際スケート連盟主最強議会のメダルを、もたらした。世界ジュニア選手権は4位。世界選手権では8位。いずれも ISU フィギュアスケート選手権における。 カザフスタン史上最高順位である。2009から2010シーズンからシニアに上がり、ISU グランプリシリーズに参戦。2010年のバンクーバーオリンピックにカザフスタン代表として出場し、第11位となった。この2009から2010シーズン時点では、3回転アクセルを含む6種類の3回転ジャンプを競技会で用いており、競技会での4回転ジャンプはない。 しかし練習では4回転トーループや4回転、トーループプラス3回転トーループのコンビネーションを成功させている。4回転ジャンプに取り組み始めたのは12歳の頃で、当初は4回転サルコーを練習していたが、うまくいかなかったためトーループの練習に変えたという。2010から2011シーズン、コーチをフランク・キャロルに変え拠点をロサンゼルスに移した。NHK 杯では再開。 スケートアメリカでは FS で5回の転倒をするなどして11位に終わり、世界選手権では過去最低の14位に沈んだ。このシーズンでも4回転ジャンプへの競技会での挑戦はなかったが、翌2011から2012シーズンにより FS の冒頭に4回転トーループが取り入れられた。そして同シーズンのグランプリシリーズのスケートアメリカでは回転不足判定を受けたものの、 続く、スケートカナダでは着氷に成功した。2011から2012シーズン、上記のグランプリシリーズでは2戦とも5位。これとは別に、世界ジュニア選手権に母国の更新の若手選手が出場できる出場枠を確保するために2シーズンぶりに出場して4位。世界選手権では4回転、トゥループを成功させ、自身にとって過去最高の7位に入賞した。 2012から2013シーズン、SP と FS ともに、ローリー・ニコルの振り付けで、映画、アーティストを前半と後半に分けて演じた。シーズンを通じて、右足首の怪我に悩まされていた。世界選手権では、SP、FS ともにパーソナルベストを大きく更新する出来でに、位。カザフスタンに、ISU チャンピオンシップスで、初めてのメダルをもたらした。 2013から2014シーズン、両足首と背中の毛が及び感染症により、スケートアメリカを欠場。中国杯では4位。メラーの坂とアイスチャレンジで連続優勝する。ユニバーシアードは直前の練習で負傷し、SP を滑る前に棄権した。ソチオリンピックでは SP9 位と出遅れるも、FS3 位となり、総合3位で銅メダルを獲得した。なお、 カザフスタンの選手としては、初のフィギュアスケートのメダリストとなった。一方で、世界選手権は、欠場を表明している。2014から2015シーズン、エリック・ボン・パール杯で自身初のグランプリシリーズのメダルを獲得。韓国で開催された4大陸選手権では2位に30点、近い大差をつけ優勝した。カザフスタンに初めて4大陸選手権のメダルを、もたらした。 世界選手権では3位となり、世界選手権で2つ目のメダルを獲得した。2015から2016シーズン、スケートアメリカは腰と股関節の怪我が影響し9位。4大陸選手権は欠場。世界選手権は11位に終わった。2016から2017シーズン、フランス杯の一戦の未出場だったが銀メダルを獲得した。 2018年のピョンチャン冬季五輪では2月16日に行われたフィギュアスケートの男子シングルショートプログラムで70.12点で27位に終わりフリースケーティングに進めなかった。2018年7月19日、故郷アルマトイ中心部で友人との食事を終えたばかりの天は駐車しておいた自家用車のミラーを盗もうとしていた男二人組と 争いになり右きが部など複数箇所を刺された。その後意識がない状態で通行人に発見され、直ちにアルマトイ中央病院の救急センターへ搬送されたが、数時間後に死亡が確認された。死因は出血性ショック。天の不法は世界中に伝えられ、スケート関係者をはじめとする多くの著名人が自身の SNS などで哀悼の意を表明し、 その優しい人柄を忍んだ。21日に、同市内のスポーツ施設で、市民葬が行われ、ムハメデュー・ルイ文化スポーツ賞は、カザフスタンだけでなく、世界中が悲しんでいると弔辞を述べた。遺体は、アルマトイ近郊のドルジバ村の墓地に埋葬された。在日カザフスタン大使館は7月20から23日に、日本のファンのために献花台を設け、多くのファンが弔問に訪れた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。